皆さんこんにちは。ここは JR 鳥取駅に来てるんだけど、本日撮影日が10月14日鉄道の日ということで、鳥取駅のね、駅前にこのお子ちゃま用のサンライズっていうのかな、来てますね。ミニサンライズっていう車両番号トップなんですね。2番号の1、 JR 西日本編成ということで、今回ね、鳥取から大阪の方へ帰っていきます。まあ撮影時間帯がまだお昼頃ということで、今には帰らないんですが、夕方に本日ね、まあ、帰るということで、まあ、夕方にね、ちょっと時間がないということでね、現在オープニング撮っているといったような感じ。なんか駅前にね、野菜売ってたりね、あっちには何て言うかな、グッズみたいなものを売ってるんで、結構面白いですね、この辺。はい。じゃあ今回はね、鳥取から、新大阪までですね、特急スーパーハクトの指定席で帰っていきます。機関通顔っていうのかな、それだと一応展望楽しめるような席取ってるんでね、はい、それに期待しつつ乗ります。よろしくお願いします。こちらサンライズの顔ですね。いや、まさにサンライズよ、本当に。はい、まあ、サンライズなんでね、サンライズじゃなかったらおかしいんだけども、しっかりね、スカートのとこまで再現されてるんだけど、あの変なね、なんか布みたいなものに巻かれてますね。それだけ全然似ていないといったような感じ。それ以外の、ね、側面とかもめっちゃ似てますからね。はい、まあ、これね、運転台のとこなんでシングルのルームでしょうね。はい、さっきね、上まで乗ったんだけど、結構中はね、汚っちいという感じでしたね。はい、砂丘でも行こうかなということでバスに乗っています。あっちの方がね、サンライズですね。でグッズのところにこんなもんが売ってたんで買いました。特急自由席、後ろ側がね、特急一部禁煙席、あ、喫煙かな、席が書いてます。はい、これ1100円ですからね、これ結構レアなんで1100円出す価値十分にあると思います。はい、はい、ということでバスに20分程度揺られてね、先のとこやってきました。先初めて来たんだけどね、結構いいですね、ここ。ちょっと本日はあいにくの天気ということであれなんだけど、晴れてたら結構綺麗ですね。海とかもありますし、まあ、もちろんなんだけどね。はい、もう裸足になっちゃってます。はい、もう靴履いてね、ここ歩くん結構しんどいんでね、はい、裸足だとめっちゃ楽といったような感じ。まあ、せっかくなんでね、あの上までちょっと登ってみようかなと思います。はい、今順調に登ってます。なんかこっちからもいけるみたいなんだけど、普通に怖そうですね、これ。はい、かつめっちゃしんどいラードをしね、はい、なんかちびっことかも頑張ってますけど、はい、僕はそういう勇気もないんでね、怖いしね、こっちでも十分怖いぐらいなんでね、しかも携帯持ちながら撮ってますからね、これ。はい、まあ、とりあえずね、登っていきます。ここまで来たんでね、はい、結構観光客も多いですね。ということで登ってきました。こっち側がね、僕が登ってきたところですね。で、ここが本当の急勾配、こう見たらあんま怖くないかなって感じるんだけども、結構怖いよこれ、やっぱりね。なんかさっきここね、寝転びながらコロ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 って落ちていってる人もいたしね、怖すぎや。はい、ということでこっちには、まあ、晴れてたらね、綺麗なんだけどね、海が見えてます。雨が降ってないだけマシですけどね。はい、ということでギリギリまで行ってみようと思います。はい、もうね、なんかこっから見たらね、もうすぐそこが海のとこって感じですけど、全然違いますからね。行ってみます。ということで頑張って降りてきました。あのてっぺんのところね、ちょっとへっこんでるの分かると思うんだけど、上からね、この道が途中で切れてるみたいな感じでマジで怖かったっすね。はい、でもね、ちょっと走った方が安全かもしれません。まだ安心感出ましたよ。はい、そんな感じです。すごいね、上何も見えませんよマジで。はい、まあ、人が若干いるかなといったような感じ。ということで砂丘からちょっと一つ変わってね、東浜の方へとやってきました。なんか洞窟があるとか言ってきたんだけどね、本当にあるんかな。はい、まず今回ね、スーパーハクト12号で帰ろうと思うので、まあスーパーハクトの発車まであと1時間ちょいしかないんだけども、どっかちょっとぐるぐるしていこうと思います。ということでやってきました。あそこ洞窟らしいですね。はい、いや、こっからね、入れんのかな、水着とかないよねマジで。まあ、ちょっと知り合いが行くということで、一回行ってもらいましょうか。はい。いや、綺麗だね。晴れてたらもっといいんだけどね。はい、そんな雰囲気です。はい、近くまでやってきました。すげえな、これ。もうさすがにズボンにもね、限界があるんで、この辺までにしていこうかと思うんだけども。はい、そんな感じ。
良きですね。鳥取駅へ戻ってまいりました。鳥取からね、こちらの16時55分発特急スーパーハクト12号京都行き、こちらに乗ってね、新大阪へと戻っていきます。はい、今回 E5 役のね、チケットレス特急券で発行してます。チケットレスなんでね、別に発行する必要ないんだけど、個人的にね、切符ファイルに集めてるんでね、基本的にチケットレスでも受け取るようにしてます。料金2630円です。3時間近く乗ってね、2630円ですからね、お安い。定価で買ったらね、3500円ぐらいするんだけど、いいご予約でね、チケレスで取ったらめちゃくちゃ安く乗れます。お車両がやってきましたね。お、展望じゃないですか。いいね。今回一番前の席にね、取ってるんで、展望席楽しみようと思います。車内販売はありませんが、自動販売機の設置はあります。はい、スーパーハクト、これ倉吉始発なのかな。はい、ということで、すでに乗ってる方もいます。京都行きです。これね、JR の特急というか JR の車両と思ってる人多いと思うんだけども、これ一応ね、 JR の車両ではありません。地図急行の車両なんですよね。なのでちょっとね、 JR っぽくはないですよね。はい、まあね、色はあれかもしれませんが。車内乗り込みました。1番の A ということで、あそこですね。スーパーハクトは全席にコンセントついてるんで結構助かりますね。 JR 西日本管内を走る特急ってなんか車端の席にしかコンセントついてないイメージあるんだけども、スーパーハクトと一部のあるか、あと平号っていうのがコンセントついてます。16時55分になりました。鳥取駅を出発です。283系のね、展望グリーン車よりもね、結構展望見やすいですね。はい、スーパーハクトの展望は初めて乗ったんだけどね。はい、この列車は地図急行の区間とか走るんだけども、その間は JR 西日本の人なのかな、地図急行の人なのかな、そこら辺あんま分かんないですね。はい、スーパーハクト乗り通しは今回3回目となります。あ、乗り通しじゃないですね、正直。地図急行もね、通るということで、ジャパンレールパスとかは使えないんですよね。特急南紀号のね、河原田とかその辺と一緒ですね。はい、 JR と別の会社通るということで、北陸らしい景色ですね。いやー、エンジンの音がいいわ。一応装飾の時なんですけどね、Wi-Fi とか、あとステッカー、横のあるコロナの中に関係するステッカーとかを JR 西日本のものなんですね。これとても面白いですね。あと3色 LED で、上から LED で見やすくなってます。ちょっと車掌から入居員もらったんだけども、運転士はね、確かに JR 西日本の人なんですが、車掌はね、地図急行の方でしたね。どういうこっちゃ全くわかんないですね、これ。多分上郡まであの方乗るのかな、地図急行の車掌がね。で、乗務員、運転士に関しては、どこに乗り換えるの、地図で乗り換えるのかな。あ、もしかしたらもう、ね、ずっと乗ってるかもしれないですけど。はい、ということで、なんか変な話ですね。運転士は JR 西日本で、車掌は地図急行。面白いな。本日のスーパーハクト12号は機関通路で運転されてますよね。ということで、5号車1番 A 席取ってるんだけど、これがね、貫通側のタイプで、5号車の1番 C 止まる席の通路側なんですが、その席がね、通路がないかなんかの関係でね、この機関通側の場合でも、この5号車の1番 Cそれが座席ブロックされてるんですよね。だから一人で乗るときとかでね、 1D 取ると2席中できるわけですね。無賃でね、普通2席中する場合って2人分払う必要があるんだけども、スーパーハクトも通話が来た場合に限りね、5号車 1D 取ってる人は2席中無賃でできますね。こう考えたらまあお得っちゃお得ですね。はい、
まあ、貫通顔が来たらね、あれ貫通顔が来たらね、あの一人掛けなんて恐らくわけないんだけど、はい、そんな感じ。もうすぐ列車は自然に着くときみたいな感じです。鳥取方面のスーパーファクトは今回は非貫通タイプの車両ですね。てか運転手変わりましたね、この駅で。 JR 西日本から地図急行にね。はい、ということで、 JR 西日本のね制服ってなんか水色みたいなものなんだけど、地図急行はね白ですね。17時24分ですね、地図駅を出発です。この地図から上郡っていうのは地図急行に入るといったような感じですね。上郡から京都は JR 西日本。なんかスーパーハクト、このホット7000系って言うんですけど、なんかそろそろこの車両置き換えみたいですからね、今のうちに乗っておきましょう。また置き換えの時にね、なんか京都まで行くのやめてね、姫路折り返しにしてなんか本数を増やすみたいな噂もあるんよね。いや個人的には今のままでいいからね、京都発着残してほしいなと思ってます。列車小山形駅通過してますね。18時3分ですね、上郡駅を出発です。上郡でね、地図急行から JR 西日本の運転士に交代しました。ここからはね、車掌も JR 西日本に変わったんじゃないかな。はい、でも大阪駅でまた再度変わるかと思います。 JR 西日本山陽本線をホームまで駆け抜けます。上郡から JR 西日本の山陽本線を回送に走行中です。この列車ホット7000系って言うんだけども、カミンズエンジンに似てるんですよね、音が。今エンジンにあんまり詳しくないんであれなんですが、確かカミンズエンジンってね、キハ85系と、75系、これ2つに充当されてると思うんですが、本当になんかね、目つぶってたら本当にキハ85に乗ってる感覚になります。まあ、カミンズエンジンではないと思うんですがね、多分。あともう少々走るとね、姫路に着きます。姫路で降りる方は多いんじゃないかな。乗り継ぎ割引適用させてね、東京方面行くって人も多いと思いますよ。あ、関西圏入った途端にね、雨が降ってきました。なんでワイパー作動してますね。で、佐渡網越駅通過しました。網越からね、新快速とかも結構出てますからね、もう関西に帰ってきたって感じですね。右側に東横イン、青いランプが見えてると思うんだけど、東横インが見えると姫路です。まあ、東横インが見えるとね、なんかね、上郡とかにもあった気がするんで、本当、ね、至るところにある東横イン、東横インといえば渋谷駅みたいなイメージも持たれてる方多いと思いますよ。普通に姫路に到着です。姫路で、ね、1分しか止まりません。10分ぐらい止まってくれたらね、姫路駅名物の駅そばとか食べに行けるんだけど、さすがに1分では無理です。姫路駅駅そばね、和風だしに中華麺という、なんかすげえね、すぐ変わった感じなんですよね。いいですよ、あれ美味しいですからね、おすすめです。1分ほど停車して姫路駅を出発です。姫路からはね、特急浜風っていう特急もね合流してきてます。万丹線からのね特急ですよ。なんか平日限定にね、この区間ラクラクハリマっていうね、通勤特急とかも走ったりするんだけど、ちょうど列車左側にね、明石海峡大橋が見えてますね。はい、カメラをベタ付けにして撮ってるんで、これ離してしまうとね、反射で映ってしまうんでね、あえてこうしてます。まあ、ちょっと離れてしまいましたが、この辺ね、瀬戸内海に列車走行していくんよね。迷子ですよね。隣の垂水駅からですね、とりあえず須磨駅までかな、瀬戸内海沿いに列車走行していくんで、昼間の時間帯とかだとね、この辺海きれいに見えたりします。この辺りがあれですね、真正面海といったような感じ。瀬戸内海に沿ってね、山陽線走っていきます。あと1時間とかね、早ければこの辺見れたと思うんだけど、さすがにもう19時ですから見えるはずがありません。まあ、夏場とかだったらね、見えるかもしれませんけど。ちょうど列車神戸駅通過してます。この駅を境にね、山陽本線と東海道本線を分かれてます。この駅が山陽本線の
始発駅で、この駅は東海道本線の終着とみたいな感じ。ただここから列車はね、京都まで東海道本線走っていきますけどね。神戸駅はね、サンライズ号とかもね、通過するんですよね。浜風とか一部止まりますけど。列車は現在立花付近ですね。普通電車の京都行き追い抜いていきます。この辺ね、西日本ご自慢の日本最長空気線区間になってるんで、走行しながらね、走行してる列車追い抜けたりするんですよね。列車立花通過中、新快速播州和光行き、過去姫路駅とね、すれ違ってますね。 JR 神戸線爆走中です。はい、大阪駅到着です。大阪に帰ってくるためにこれ乗ってるんでね、大阪駅で降りてもいいんだけど、間違えて新大阪までポチってしまったんで、新大阪まで乗ります。10番乗り場の到着ですね。特急専用ホームできてですね、大阪駅11番乗り場に当たるんだけども、スーパーハクトとビアコエクスプレスとかはね、10番乗り場発着多いですよ。一部のスーパーハクトはね、11番発着ですけどね。大阪駅から降りる人はこの号車ではいないですね。マジか、結構いると思ったんだけどね。みんな京都とか新大阪まで乗るのかもしれません。鳥取を出てから2時間と36分ですね。やってきました、大阪駅。やはり大阪駅で乗務員交代しましたね。はい、大阪駅でね、5分ほど止まるということで出てきました。はい、乗務員交代だけだと普通に2分とかで出れるんだけども、利用者多いことが、乗降客数多いことが想定されてるんで、多分5分止まるのかなと思います。はい、次は下車駅新大阪です。隣にサンダーバードとか来てくれるといいんだけどね、来ません。19時36分になりました。大阪駅を出発です。右側に来たね、快速前原駅12両ですね。あちら、あ、空間接続、まあ、大阪駅でね、高槻とか西大路まで急ぐ人はあの列車乗りましょう。次は下車駅の新大阪です。鳥取を出てから3時間弱ですね。やってきました、新大阪です。普段ならね、京都まで乗っていきたいんですが、ちょっとね、時間があれなんでね、今回新大阪で下車と降りたような感じにします。まあ、大阪駅で降りた方がね、自分の家にもアクセスいいんだけどね。はい、そんな感じ。大阪駅で空間接続したね、快速電車やってきました。まあ、新大阪でも乗り継げるっちゃ乗り継げるけども、時間結構ピッチピチなんでね、この快速乗り継ぎたい人は大阪で乗り継いだ方がいいと言ってな感じでも、ただこれ10分ほど遅れてるんでね、普段乗り換えるかって言ったら乗り換えないと思うんだけどね。はい、じゃあ見送ります。19時42分です。乗ってきた時特急スーパーハクト12号が発車していきます。はい、ではこの動画ここで終わりにします。鉄道の日150周年記念おめでとうございます。では終わります。ご視聴ありがとうございました。